うわぁ、すごいすごい、溶け出してる。やばできてる、ね、できてるできてるできてるね、すごっ。夏休みといえば自由研究で砂鉄を使った実験も多いのではないでしょうか。今回お送りするのは砂鉄から鉄を作る製鉄に挑戦したお話です。だいぶ前から漠然と友人たちと製鉄やってみようぜと語っていましたが、ついに行動に。まずは砂鉄の採取に川の河口にやってきました。とりあえず降り立った砂浜には砂鉄らしき黒いものは見当たりません。それにしても雲一つない見事な快晴です。堤防で寝っ転がってボケーっとするのもいい感じですが、目的は砂鉄採取と。肺岩を見てみるとなんだか黒い部分が。行ってみます。あ、そこにあるんだけどな、多分。対岸の砂浜に降りてみると明らかに黒いところがあります。やばよ、っしゃ、ここら辺最高じゃん。ここら辺やってみよう。やってみる。うん、絶対撮影しよう。おー、やばつく、めっちゃつくよ。やばいでしょこれ。でっかい磁石を近づけるとめちゃくちゃ吸い付きました。まるで真っ黒クロスケ。これは砂鉄に間違いなしということで、ひたすら磁石に引っ付けてバケツに落としての繰り返し。やば、気持ち悪い。ちなみに河川や海岸で砂鉄を採取するためには厳密には許可が必要なようですが、趣味の範囲内で少量採取するくらいは大丈夫なようです。続いて炉を作るためのブロックを作成することに。耐火レンガが間違いないとは思ったのですが、たくさん買うと結構な金額になるので、セメント、砂利、砂でブロックを作ることに。いつもとにかく安く済まそうとして最終的に失敗することがあります。今回はどうなるのか。型から抜いた後のことを考えて水分を少なめにしましたが、いいのか悪いのかいまいちわかりません。いいよ。いいか。うん、動画もさ、こう何 BGM をやっぱめっちゃつけた方がいい。うん、いや、よっ、思っていたよりスパッと抜けて形も崩れず量産化へ。約3週間後、固まったブロックで炉の組み上げへ。4つで1段の正方形で積み上げることにしました。高層ビルを建てるわけではありませんが、一応水平を取っておきます。まあいいんじゃない、こんなもんで。年季の入った水平器、本当に水平が取れているかは分かりません。接着には空き地の深い層にあった粘土っぽい赤土を使います。そういえば中学生の頃、人力でどこまで穴が掘れるのか挑戦したことがありました。身長も超え2メートルくらいの深さまで掘って何か達成感を感じていたら、お前何やってんのと突然やってきた友人に見下ろされて言われ、急に恥ずかしくなったことがありました。下は大丈夫でしょう。
さて、8段積んで完成です。ぱっと見丈夫そうには見えますが、熱にはどのくらい耐えられるのか、やってみなければわかりません。ブロワーと接続した単管を突っ込んで炉に空気を送ります。ここから製鉄の工程に入ります。ひたすら炭を投入して火をつけ、炉内の温度を上げていきます。この炭も自分で作ったものです。何度か炭作りに挑戦したのですが、どうしたらうまくいくのかコツはつかめてはいません。てっぺんまで炭を入れて空気をガンガン送っていると、薄いオレンジの炎が上がってきました。製鉄を実行したのは2月。ここまでは体を動かしていないと寒かったですが、ここからは暑い。どんどん炎の色がオレンジになっていきます。お、何か気配を感じ振り返ると鳥がいました。この鳥、去年も来ていたような気がするのです。ある時畑を耕していると、コガネムシキらしき幼虫がたくさん出てきたので、明智に放り投げているとこの鳥が食べていたような。今は製鉄の作業中、あまり近づくと焼き鳥になってしまうよ。炉の温度が適温だと思うので、砂鉄と炭を交互に入れていきます。このオレンジ色の炎をのんびりと眺めているのもいい感じですが、ブロワーの音がうるさすぎ。放乳が終わり一休み。炎が上がらなくなってしばらくしてから炉を壊すと、マグマのような状態になっていました。一つずつブロックを外していきます。上部のブロックは問題なかったのですが、下部のブロックは溶けています。あっつ、やば、やば、マジか、つ、すげえ、円形になってんじゃん、すげえ。と、隙間からドロドロと溶岩のように流れ出てきました。これ鉄ではないの、わからん、これ鉄なんじゃないの。これが鉄だったら、錬鉄ってあの鋳鉄用の鉄になる。あああれだね、じゃあ固めて、固めてあれやらないといけない。どうやって取り出すの、これ。すごっ。やば。固まるんじゃない？一時したら。一時して固まって様子見てみる。うん。やべやべやべ。すげえすげえすげえ。一気ついたよ。どんどん流れが。え？ならない。色が混ざっちゃったか。あ、砕け散った。あ、スラグっぽくない？固まったので叩いてみると粉々に。ってことはまだあの中にその固体のあれがある可能性がある。うん、熱波熱波。うわー、ダメ。あれ、目がやる。目やる。これこれは、なんだこれ、スラグ？何これ、電鉄？何これ。それにしてもこの真っ赤に気持ちが高ぶります。火を扱える人間の本能か何かが作用しているのでしょうか。
さつまいもをぶち込んだら一瞬で焼き芋かな。宝卓のあるものを見つけました。もしかすると鉄かもしれない。叩いても砕けません。磁石を近づけてみるとひっつく。グラインダーで削ってみると火花が散ります。金属光沢が確認できますが、光沢のせいかカメラのピントが合いません。ピントが合わねえ。なんてピントが合わないんだ。少量ですが製鉄が成功したということにしましょう。最終目的はできた鉄で何かを作るというところまで行きたいのですが、知識を高めてからもう一度挑戦してみようと思います。以上、砂鉄から鉄を作る製鉄に挑戦した動画でした。